皆さんこんにちは、マセマティカルアナウンサーの篠崎直子です。今回はハンバーガーと数学の関係をご紹介します。取材に行ったお店はですね、こちらです。素敵な外観ですよね。ハンバーガーのお店のファンゴーさんです。実際お話を伺ったのはこちら、関俊一郎さんですね、代表取締役さんです。本当にこのオーダーメイドのハンバーガーが作れるということで大人気のファンゴーさんなんですけれども、もともと関さんがアメリカに留学していた時にオーダーメイドでこうハンバーガーを作れることに感動して、日本にもこういったスタイルがあったらいいなということでお店をオープンしたそうなんですね。だからもう好き嫌いがあってもこう自分の好きなハンバーガー作れるから最高ですよね。実際ですね、こんな美味しそうなボリュームたっぷりのハンバーガーが食べられるんですよ。で、ここでどこでね、数学がじゃあ関係してくるのかっていうと、まあ、例えばこちらにあるようなね、原材料ですよね。いろいろトマトとか、まあ、野菜類とかお肉とか使ってますけど、その値段っていうの皆さんね、分かると思うんですけど、結構こう上下するわけです。でもその中でやっぱり同じ味を提供していかなきゃいけない。そんなところに気に、まあ、どれだけね、こう利益が上げられるかっていうところに緻密な数学の計算が使われているそうなんです。他にもですね、おしゃれな内観ですとかそういうのをこう、ね、ディスプレイとかしたりするときにもやっぱりね、あんまりもうお金かけすぎちゃって、損しちゃってもしょうがないので、その辺も数学がすごく役に立ってるということなんですね。で、まあ、関さん自身はもともとは数学はあまり得意ではなかったそうなんです。ただ今大好きで、この経営していく上にもその数学の考え方の方ですね、今度は計算とかよりも考え方がすごく経営に役立っていて、お店もうまくいってるようですよ。その秘密を、ね、知りたい方はこちらをご覧ください。数学検定、算数検定ファンサイト、こちらへどうぞ。